焼尻島の空中写真。1977年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。焼尻島は、北海道ル萌イ振興局管内の戸間江郡、羽幌町の西 25km の日本海に浮かぶ島である。武蔵水道を隔てて西方にある手売島とともに、 ハボロ町に属する。面積5.21平方キロメートル、人口198人。かつて6000人が暮らしていたが、島の沿岸部にあった集落は、道路の拡幅により、すべて取り壊されている。島の名は、アイヌ語の、エハンケシリ、あるいは、ヤンケシリに由来すると言われている。島内には、多くの自然が残り、所管別、手売りやキシリ国定公園に指定されている。 特に一位の原生林は、その厳しい自然環境から、ケウな森林省を形成し、焼尻の自然林の名称で1983年8月30日に、国の天然記念物に指定されている。津島海流に現れているため、東北にしては温暖である。海水浴場やキャンプ場を有している。主たる産業は漁業である。他に観光と畜産がある。畜産は、 食用羊のサフォーク種の国内有数の産地として有名である。道路から放牧風景も見られる。なお、ここは日本海側のために通常でも波が荒く、三陸沖とともに波力発電の実験地の一つにも選ばれている。焼尻港焼尻島の一位の木羽幌警察署焼尻駐在所。ありがとうございます。